うまっ。あ、そんなんありか。皆さんこんばんは、ラリホンです。さあ今回新ファイター今日出ましたということで、一応 VIP 行きましたけど、これ強えこれ強えから、これを生かした動画を撮っていきたい。マジでこれが強いってことをね、まあ、お見せしたい。もうこれって言ってるのはもう技の名知らんけど、技名知らんけど強いということで、もう魔人剣と同じ夜で使えるということで、もうこれはね、なかなか魔人剣好きにはたまらんであろう技ということで、この普通になんか先っちょを狙えばね、やっぱもう先っちょ立ち回り、一応 VIP いたけど立ち回りも先っちょっすね。先っちょを狙っていけば一応勝てます。こいつは先っちょっていうのはなんかこのなんかわかります、これマルスと一緒、こうやってなんか赤いじゃないですか。もうそれが完全に先っちょなんでね。あーやばい、立ち回りがうまい、やめてほしいな。これ先っちょ当てて OK ドン、あ惜しい。これ中間ぐらいで空中への放しておくとうまい感じに当たります。さあこういう感じでね、阻止もできると、まあ、パルテラみたいな感じですね、そこはね。中間ぐらいで離してやるとうまいこと前に行くんで、あからちょっとできねえわ。さあ、あー 136% でほんまにこいつ、ね、うっ剣取りやがって今の、ね、逆転力強い。この横スマッシュ、これ先端がね、これバカ強い。 31% 持っていくと、あー惜しい、マジ強いんでね、いくらね、差つけられても逆転できるタイプなんでね、これマジ強いよ。怖い怖い怖い、おっしい、そっちかい、うーあげー。さあクリリリンさん、よろしくお願いします多いな多いな、お願いします。さあ、まあ、ミラーじゃないだけちょっとね、なんか本当に強いんかこのキャラって分かると思うんでお見せしたい。あ、いやー今の反対向いたつもりやったのに、ちょっとね受付時間が絶妙に短いんですよね、これね。はい、こっちどうすこい、オッケー、決めていく。強いよマジで、クイボ。ま、半分過ぎたあたりかな、一応なんていうの、パチコーン、なんていうの、アーマー、アーマー、アーマーかというのはスーパーアーマー来るのは半分過ぎたぐらいだから、なかなかいい試合してる。オッケー、もうドンキーには負ける気せえな、このキャラクターで。マジ強いよこれ、もう腹筋阻止も強いしさ、おいでよ。クーゴあって無理や、はい、クーゴオッケー、しっかり分かってます。クエルからのこの横 B がうまいこと決めたいんだけど難しいね。 D 当てて、もう一回、もう一回からの、あーもう当てまくり侍、これはこれはもう当てまくり侍降臨やよこれは。さあ阻止来い、阻止掴んで落ちた、青オッケーまあどんだけミスっても一応帰ってくれるんか、ほんまにここのキャラのやばいところ。まあ中量級かな、まあ上強で死んじゃうと、まあ軽量級じゃないはず、さすがにさすがにこれ軽量級やったらやばい。阻止にね、この魔人剣的なんかね使えると僕は踏んでるんですよ。割れそう、オッケー割れていく、ハハハ、強えわ。さあネストさん、よろしくお願いします。今思ったんやけど、このこれって魔人剣より強くね魔人剣の完全強化だね。だって割れるし、なんか振動みたいなのもあるし、上におるキャラにも当たるし、しかもね、左右反転もできるし、普通に魔人剣超えてねという見解なんですけど、なんでだー、お、こと、あ、そっか、空中やと、あ、まあなんか、ナイス、もう普通に魔人剣より強くて僕泣くかもしれん、うん、惜しい。バラノバル、バラノバルって言うんですね、あれね、なんか、なんやったっけ、この下火は、みたいな名前やけど、わお、当てまくり侍、惜しい。いた、やっぱしてスマッシュ強いなこれ普通にしたビーと同じぐらいに威力あるっていうね。あ、まあ、そっちか、普通に今のは2回目はさすがにね、ないと思ったからね。ドラ、あ、当たらへんだ、クソ、うわお、メテオうますぎ打ち、マジか、やられましたね。しかもドンピシャで決めてくると、なかなかやりますね、なかなかそれはやりますね。怖いよ、ちょっと慎重に行こう。とりあえずね、逆転できるキャラなんやけど、逆転できるキャラに逆転できるキャラをさせてもよくないんで、マジでここは慎重に行こう。割れそう、めっちゃ割れそう、おら、めっちゃ割れそう。てか一振りであんな削る、ひたすましオッケー。あ、やっぱ空中はやっぱアーマーなしやな、さすがに空中でもスーパーアーマーって言ったらもう気違いやから、さすがに
さすがにそれはキチガイ認定でいいから。怖い。ナイス。まあ、しっかりね、暴れにも使っていくと。オッケー。オッケー。からのー、ボーン。なんで？からのー、ボーン。なんで？やばいよ、これ。いやー届かんぞ、それ。さあ、レムさん、よろしくお願いします。あ、なんか、すごいね、色が恐ろしいですね。なんか、似てますね。髪型も似てますね、なんかね。よろしくお願いします。こいつの判定にも勝ったらすごいよ。これ無理か。あ、でも復帰顔出たら、顔が出れば全然あるね。これさ、貫通できる。これこの変なやつ、あー、ボム怖い。ちょっと普通に横 B が優秀すぎる。これ、え、消せるのそれ。爆弾強っ。爆弾を消せるのは強いですよ、さすがに。ベレスさん大丈夫それ。やめてー、許さーん。痛い。さあ、これちょっと、なんとか復帰阻止を。マヌ、トゥッ。まあ、大丈夫。ベレスは、逆転できるかということを、まあ、お見せしたいと思います。マジで。マジで、64% がね、下スマッシュでね、一撃なんですよ、こんなん。知ってました、これ。もう下スマッシュ圏内だってこと、これ。パリンしていくんだってこと。ドーン。ナイス。いや、下スマッシュやばくね？二角じゃん。二角シールドブレイクじゃん、これ。でもこれ、あ、なんかね、どうなんやろ。絶妙に、アーマーあると思うんだけど、なんかいまいち判定がわからん。さあ、怖い。あ、ジャスガーうまいわ。上行きょう。あ、上には、スーパーアーマーの判定ないかな。まあ、スーパーアーマーがどっからなんか全然わからんけど。なんで突っ込んでくる。やっぱダイソンなんですね、この斧は。なるほどね。すごい。すごいわ。すごいじゃないか。やばい。これはなんとか復帰したいけど。ああ、それはちょっときついわ。くそ、今のはちょっとね、読めなかったわ。やあ、あ、さあ、FI さんよろしくお願いします。やっぱあれですね、新しいキャラ、俺もう全然動画も見てないから、あのコンボ集とか楽しいわ。ただただただ楽しいわ。なんかこの開拓するというか、なんかどんどん自分の中でこの成長していく感じすごい楽しい。なんならもう俺もう一生動画見やわ。このブレースベルを使っている人の動画もう一生見やんで、ちょっともう自己流で頑張っていくわ。怖い。まあ多分嫌でも目にはね、まあ、入ってきそうですけどね。まあ即死コンボとかはやっぱ知っておきたいかな。なんかそういうのはやっぱなんか決めていきたいからね。惜しいよ。さあ、このもう阻止に下 B を決めようぜ。それが今日の目標だ。さあ、空中当たらない。ドリア、オッケー、いきますよ。ブーン、惜しい。あ、帰ってこれやん。帰ってこれやん。二段ジャンプかな。これため時間あったっけ。これため時間あるか。だからため時間短くすればいいか。え、あったっけ、ため時間あったかな。あー、どうなるの。ため時間ないんかな、分からんけど、とりあえずちょっと復帰にもまあ決めれるとは思うんで、狙っていきたいですね。とりあえずこれストック落としていきたい。さすがにちょっとまずいよ、これ。おうおうおう、やばい。おう、やばい。あ、なんか背中向けてた。ラッキー。ラッキー、さっきのはラッキーラッキーラッキーすぎる。うまい、うまい、うまいけど、あれ普通にあかんかった。おう、危ない。食らわんぞ。俺はそれを使うものやからな。やっぱ使い手には決めりゃんもんですよ、それは。怖いです。おりゃ、ナイス。お、え、そんなんあんの。ナイス。めっちゃ崖の横様うますぎる。あんな崖にあるんですね。やってみたい。え、あるわ。え、すごい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 。そっからなんかできるやん。すごいすごいすごい。これはすごいわ。開拓の余地ありすぎやろ、マジで。このキャラクター、このキャラ深いなぁ。なかなか深いわ。あー、ダメや。どう、ダメ。怖い怖い怖い。投げて。おっと、なんかうまいことコンボしたかったんやけど。さっきの投げからのなんかないかな、スタビーとか。怖い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 。どう、惜しい。逆になんであれ素通りするんや、あれ。びっくりなんやけど。なんとか復帰していくぞ。マジ怖え。これ投げ場ないかな、これ。さすがに。あー、あ、これ、全然ダメやね。え、こ、今日、からの
惜しい。いやいや、あかん、ちょっとこれはダメージや。それなんかめちゃくちゃや俺の立ち回りが今。オッケー、なかなかめちゃくちゃ立ち回り。うまっ。あ、そんなんありか。あ、知らへんだ。許さん、その場で。あ、ダメだ。許さん、もう一回決める、お前には。はい。あかんわ。今のうまかったね、復帰のやつ。投げてもう一回しよう。惜しい。帰ってこれる、すごっ。今の帰ってこれるのすごいわ。オッケー、帰るの。惜しい。